よいしょ。仕事でちょっとやばいので無音で一周だけありがとうございます。お、サイレントディームーンさんがピンクのクマちゃん10個ありがとうございます。今起きた。おはようございますよかった、起きてよかった。眠たいですか？眠いね眠いね。でもね、5時にやった時はそんな眠くなかったんですけど、そう、でもまあ眠いですね正直ね、でも今日で最終日だから、そう、すぐ終わります。とりあえず一周だけ投げたよ。仕事頑張ります。頑張って投げちゃん。ねえ、頑張ります。お仕事頑張ってくださいエリーちゃんって来てんだけど違いますよ、私エリーちゃんじゃないですよ。のノーエリーちゃん。おお、すごい、ピンクのだるまちゃんが。真っ黒クロスケ。なに今っていうか、毎日。そうですね、毎日のように真っ黒かも、朝毎日じゃない、ここ最近真っ黒、服装が。でも今日はあれなんですよ、
あの自分の生誕 T シャツ着てるの。そう、今生誕 T シャツ着てるんです。今年、そう、今年のやつ持ってる方もね、いると思う。あの、何柄ってんだっけ、あれ忘れちゃった。今年ってか去年、あ、そうですね、去年の生誕 T シャツ。自分も生誕のパーカー着てるな。お。パーカー？いや、パーカーでもないか、 T シャツですね。おお、初めて生誕 T シャツ買った、嬉しい。でも多分今年も生誕 T シャツデザインね、デザインするやつがあると思うから。でもやっぱり毎年迷うよね。あのメンバーデザインじゃないですか、生誕 T シャツって。そうだからね、迷う。そうそう、でもファンの方も生誕 T シャツ作ってくださるじゃないですか。そう、なんね、何着か、すごいよね。誰がそういう時はデザインしてるんだろう。一人が代表してデザインするのかな。すごいよね。外でも着れるデザインをお願いします。はい、そうですね、おしゃれな T シャツのデザイン考えます。普段から着れる高いファッションセンスあふれる生誕 T を。でもデザイン、まあ、そう、うん、ぼちぼち期待しててください。うん、と、カンタさんが白いクマちゃん10個ありがとうございます。なぎちゃんのファッションはナチュラル系だよね。ナチュラル系かな。うん、あ、でもそうだね、でもなんか結構いろんなの着るかも。うん、ナチュラルも好きですよ。うん、私ガーリーなイメージするかも。ショートヘア、ショートヘアね。でもいつかショート、うん、ショートもしてみたい。まあ長い方が似合うと言われるんですけど、人生で一回はショートをやってみたい。
ちょっと経験してみたい。そうだな、まあ人生で一回ぐらいだから別に20代後半とかでもいいんですけどショート挑戦するのは。あ、でもどうでしょう、でもやるとしたら20代だな、まあ、言うて今もう19歳でもう20代しかないんですけどねボブもいいと思う。あ、でもボブに近い髪型ならあるかは、なぎ。あ、でもボブはやったことあるか。あ、ない。ないか。ボブよりちょっと長めぐらいまではある。ウィッグでショートにできますよね。確かにウィッグつければねでも本当すごいよね今の時代は。短くもできちゃう。すごい、すごく自然に短くできるよね。おはようございます、初見です、ありがとうございます。小さい頃から長いまま。そうですね、小さい頃から長かった。切っても、なんだろう、ボブよりちょっと長め。でも髪はすぐ伸びるからね。じゃあちょっと勇気いるかもね、確かにでも一回ショートを経験したらなんかね、その先も全然きっぱり切れそう確かにいろいろチャレンジするきっかけに、ね、なるかも。テレワーク今終わりました、お疲れ様です。あ、そういえば今日のスケジュールで何時配信か、9時、そう、今の配信からこの配信が終わって
次の配信が12時からなんですけど、そう本当は多分3時間空いてたのかな、そうだから12時3分から始めた方がいいのかな4分、それとも何かそうあれと思って、普通に変えなくていい、いいか、12時から普通にやればいいかな、そのままでいいですか？お、じゃあそのままで行きます。じゃあ12時からやります。OK、ありがとう。20分になる。ウィースお願いします。じゃあもうランキング読んじゃおうかな。じゃあランキング読みます。13位はこもちんさん、ありがとうございます。12位はいっちゃんアットマークまいあつどりさん、ありがとうございます。11位は永井さん、ありがとうございます。10位は B さん、ありがとうございます。9位はケイジさん、ありがとうございます。8位はジャービスさん、ありがとうございます。7位は大粒ちゃん、ありがとうございます。6位はユータットマーク茨城のなぎなぎ中さん、ありがとうございます。5位はタルルンさん、ありがとうございます。4位はメロメロンさん、ありがとうございます。3位はサイレントディームーンアットマークなぎなぎ中さん、ありがとうございます。2位はカンタアットマークカンカンさん、ありがとうございます。1位はカントリーアットマークなぎなぎ中さん、ありがとうございます。どうもどうも。はい、お、じゃあと2分したら切ります。レインボースターもある方はぜひ投げてくださると嬉しいです。いや、ピー君って人のアバターがめっちゃ可愛かったサンリオキャラクターみたいだ。じゃあもうちょっとしたら、はい、とりあえず朝の配信の部は終わりですはい、朝を乗り越えましたね皆さん。次は12時からです。3406人の皆さん、12時からまたここ集合でよろしくお願いします。はい、昼なんですの時間ですねお昼といえば昼なんですよね、わかる。だって三色ショッピング大好きだもんあとじゃあ1分で切ります。バイバーイ。12時にまたねー。バイバイ。間に合った。お、もう終わっちゃいますあと10秒らしいですね。バイバーイ。聞いちゃいます。